三遊亭金朝は落語家の名跡。三遊亭の縄文、高崎千二代目三遊亭金朝から1909年3月22日、本名、赤田滝次郎。東京神田の屋根板色職の家に生まれる。最初は天狗連で心しら玉を名乗って小愛郎をやっていた。後に縁朝に見出され二代目金朝を名乗った。 この二代目金長も芝居話を演じ特に初代、市川佐団寺の小イロを得意とした。市川佐団寺の朝尾のつぼねが18番で野号に、ちなんで、高島焼きん朝なるあだ名もあった。1892年秋に、目の病気を患らい治療などをしていたが、開学失明する。1907年6月28日には、生葬式を挙行。 強化扉を着用し首よりズダ袋をかけ自分の棺の後に従って寺まで早々するなど風変わりなものだった。後日6月28日を金朝の命日と定めた。ちなみに二世位、ソロリ新左衛門も同様の葬式を後に行っている。1909年3月22日に死去した。去年61。死亡記事は、 仙台三遊定勤朝室芝居話を得意とせし、同人は、昨年来心臓病にかかり治療中さ、二十二日ついに死亡せり、三代目、三遊定勤朝から1914年2月13日、本名、赤田金太郎。死亡記事は、三遊派の落語家で一時新打ちの看板を掲げた、ことがある二代目金長は、廃病のため久しく、 寄生を休んでい先頃から赤坂一月の寄生と豊川邸を経営していたが、14日ついに死亡した報道された記事では、死亡月日が14日と記述されているが、東京朝日新聞には2月13日となっている。また、谷中の永久寺に残る過去町には、同年1月13日と記載されていて1ヶ月の違いが生じる。海名も過去帳には、金山大度神信とある。 義芸志ぼしには、荒川の白仙剣、三遊亭金町無能孤児とあり違いが、こちらも生じる。父同様怖いろが売りであった。四代目三遊亭金朝9月21日帯は、落語家。出林少女を崩し。千葉県成田市出身。落語協会所属本名、大橋学都市。八千代市立大和田南小学校。 成田市立玉造中学校、東京学館高等学校を経て、上部大学卒業。1998年6月、三代目、三遊亭小金場に入門、金衛を名乗る。2001年11月、二詰昇進。2013年9月21日に、千竜筑子、金原亭、龍馬、三遊亭天丼、柳屋隆志郎と共に、新内昇進し、 四代目三遊亭金朝を襲名。ありがとうございます。